ピクーラ。ピクーラは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、カリブ海及び、大西洋に生息する大型のカマスカの総称を指す、カリブ海沿岸諸国でのスペイン語名に、元で命名された。SS-382 は当初、オービスポ、赤エイの一種の艦名で、1943年3月15日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1943年7月12日に、ロバート・ H ・イングリッシュ夫人によって、命名、浸水し、1942年9月24日に、ピクーダと改名される。1943年10月16日に、艦長アルバート・レイボー・オーン・少佐、アナポリス1934年の指揮下収益する。 収益後は、ポーツマスで偽装が行われ、11月18日に作業が完了すると、大焼けに出航する。12月14日から16日にかけて、ロードアイランド州、ニューポート沖で、魚雷発射艦の大焼けが行われ、続いて、コネチカット州、ニューロンドンに移動し最終訓練及び演習が行われた。1944年1月1日にニューロンドンを、 出港し、1月13日にパナマ運河地帯のバルボアで太平洋艦隊に合流。1月27日に新珠湾に到着し、太平洋艦隊潜水艦部隊第20潜水船隊第201潜水分艦隊に配属された。2月17日、ピクダは最初の紹介でカロリン諸島方面に向かった。2月29日に トラック諸島からそう離れていない、紹介海,海域に到着。3月2日、ピクユダワの地点で、護衛艦からの15発の爆雷を避けながら、元特設方艦新京丸、大連機船、5139トンを撃沈。3月18日、ピクユダワ、サイパン島とパラオ艦の航路に紹介海,海域を移動。その日の午後、ピクユダワ、大型タンカーに魚雷を命中させたが、 駆逐艦の存在もあり、最終的には逃げられた。3月19日深夜、ピクユダワの地点で、と読みつまる、日露漁業、1521トンに魚雷を2本、命中させて撃沈した。11日後の3月30日、ピクユダワ、グアム南東海域で2隻の駆逐艦に護衛された2隻の貨物船を発見し、船団中最も大きいアトランチック丸、大阪商船、 5872トンに向けて魚雷を5本発射。最初の命中でアトランチック丸を航行不能に陥らせ、2本目が船尾に命中するとアトランチック丸は転覆して沈んでいった。駆逐艦は26発の爆雷を投下したが、動じなかった。ピクーダは魚雷を1本だけ残してショークから引き上げた。4月5日、ピクーダは49日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰島。改装の後、4月28日から30日にかけて、訓練に従事した。5月4日、ピクーダは2回目の紹介で、パーチ、ピートとウルフバックを構成し、ルソン海峡及び台湾海峡方面に向かった。5月20日、ピクーダは、香港から高雄に向かう88戦団を発見。しかし、護衛の砲艦橋立て、 不説特務庭園島が先制の爆雷攻撃を行い、いくつかの爆雷がピクーダの司令塔のそばと完備資金で爆発。このため、ピクーダは横倒しになりつつ、前のメリの体勢で沈んでいき、油圧系統に損傷を負った。しかしピクーダはこの爆雷攻撃に持ちこたえ、修理の後2日後の5月22日にの地点で、再び橋立と戦。 魚雷4本を発射して、橋立てに命中させて撃沈。さらにつくば丸、東亜海運3171トンにも魚雷を命中させ、つくば丸は後日、アメリカ陸軍航空隊の爆撃機により撃沈された。6月2日には、台湾の沿岸を航行する輸送船団を発見。ピクーダは、パーチとピートにこの船団に関する情報を送信した、後、 二隻の護衛艦の間をすり抜けて、タンカーを攻撃。すべての護衛艦がピクーダに向かいつつあったとき、三つの命中音が聞こえた。ピクーダは、四方八方から降り注ぐ爆雷を巧みに避け、被害を受けなかった。その後は、バタン諸島から台湾沿岸に沿って、南西諸島方面を経て、父島近海を紹介した。6月22日に、ミッドウェー島に帰港。 6月27日、ピクーダは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がアナポリス1927年組に変わった。7月23日、ピクーダは3回目の紹介で、スペードフィッシュ、レッドフィッシュとウルフバックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。 8月25日、ピクーダ以下のウルフバックはノルソン島北岸マイライラ、三崎近海で、トマ24戦乱を発見。10時22分、ピクーダは、三ツノリマル、対抗小戦、1943トンに向けて、巨雷を6本発射し、うち1本が命中して、三ツノリマルは10時24分に沈没していった。これを見た、護衛の駆逐艦ユうなぎが、 対潜水相当に向かう。向かってくるユウナギに対してピクーダは、魚雷を発射し、環境後部左舷に命中させ、ユウナギは10時35分に沈没した。9月16日には、の地点で、24戦弾を発見。徳島丸、日本優先、5975トンに向けて、魚雷を4本発射し、うち2本が、徳島丸の左舷に命中して沈没していった。 直後にレッドフィッシュも、徳島丸爆発の影響で損傷したタンカー台に、小倉丸、日本輸送船、7311トンを撃沈した。9月21日にもバタン諸島を縫うように、南下中の玉26船団を発見。ピクーダは、淡路丸、日本郵船、1948トンを撃沈し、レッドフィッシュは、水穂丸、大阪商船。 8500ロットンを撃沈した。この後、ピクーダは、バーブ、クイーンフィッシュと会合し、共に祈祷することとした。10月3日、ピクーダは66日間の行動を終えて、マジュロに祈祷。艦長が、エヴァンティー・シェパード、アナポリス1935年組に変わった。10月27日、ピクーダは4回目の紹介で、バーブ、 クイーンフィッシュとウルフパックを構成し東、シナ海及び航海方面に向かった。11月1日から2日にかけてサイパン島に寄港して燃料を補給し、ウルフパックは東、シナ海と九州の間に到着した。11月17日夕方、ピクーワの最終島西片沖で日81、船団を発見。18時15分に陸軍特殊船前ややま丸。 三井船舶9433トンに魚雷2本を命中させて撃沈した。11月23日には、朝鮮海峡西方沖で2隻の護衛艦がついた別の輸送船団を発見し、おさむよう丸、東洋汽船6933トンと、福獣丸、岡田商船5293トンを撃沈した。攻撃の6日後、ピクダは、昇海海域を去った。 12月2日、ピクーダは35日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰到た。12月29日、ピクーダは5回目の紹介で再びバーブ、クイーンフィッシュとウルフパックを構成し東シナ海、台湾海峡方面に向かった。1945年1月7日昼頃、ピクーダは、バーブの情報に基づいて紹介中に、の地点で非87戦団を発見。タンカー。 胸型丸、昭和タンカー、一万四十五トンに、魚雷二本を命中させ大破させた。翌一月八日、午後、ピクーダは、バーブから、先端接触の報告を受け取り、四時間にわたって、追跡した後攻撃。ピクーダは三つの目標を選んで、それぞれに対して、魚雷を発射。この攻撃では、明宝丸、明治海運、百五十七トン、久川丸、 川崎汽船、6886トン、万寿丸、日本輸送船、6515トンの3隻に損傷を与えたと判断された。しかし、護衛艦が640メートルにまで迫っているのを見て一時息を潜めた。ピクーダは、次にバーブ、クイーンフィッシュと共に、タンカー、彦島丸、三菱汽船、2854トンを追いかけ回して、痛めつけ、 彦島丸マルは浅瀬に座礁した。攻撃後は、しばらく第38任務部隊、ジョンエス・マケ・インシニア中将のための救助配置任務に着いた。1月29日早朝、ピクーダはの地点で宇宙に少なくとも3隻の大型船があるのを確認し追跡。6時40分、ピクーダは船団に接近し、暗い、ドマル、南洋海運、5497トンに向けて、 魚雷を発射。二本命中したのをピクーダの到着士官が観測した。霧が晴れると、暗いドマルが煙と蒸気に包まれて沈んでいくのが見えた。この時、上空に水上偵察機を見つけたので、ピクーダはこれ以上の攻撃は諦めた。2月5日から6日にかけて、サイパン島ナパブ港で補給。2月15日、ピクーダは48日間の行動を終えて、 真珠湾に帰港した。3月15日、ピクーダは6回目の紹介で、日本近海及び大陸沿岸部に向かった。3月29日に、アプラ港で補給を行い、4月2日に、キー水道沖の紹介海域に到達。日本本土を空襲する B-29 部隊支援のための救助配置任務に就いた。五月六日、両艦スキャバードフィッシュと、 南西諸島沖で会合し、スキャバードフィッシュが救助していた B-29 クルー5名を受け取った。5月10日にサイパン島に到着。クルーを降ろし、第21爆撃司令部に送り届けた。潜水母艦からの修理を受けた後、5月11日に出航。5月20日、ピクルダは63日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。サンフランシスコを経由し、 パナマ運河を通過後、6月22日にポーツマス海軍造船所に到着。オーバーホール中に終戦を迎えた。ピクーダは第二次世界大戦の戦考で6個の従軍聖賞を受賞した。ピクーダは大西洋艦隊、第20潜水船隊、第201潜水分艦隊に配属された。その後10月18日まで、 スポーツマス海軍造船所で後半オーバーホールが行われる。作業が完了すると10月31日にニューロンドンの潜水艦基地に移動し、潜水学校の訓練課任務に当たる。11月21日にニューロンドンを出港、訓練巡航でフロリダ州キーウェスト、キューバのハバナを訪問した。11月26日にニューロンドンに帰還。 11月16日すでに予備役艦隊、ニューロンドングループ入りが命じられていた。ピクーダは12月12日に、ポーツマス海軍造船所に移動し、不活性化のための準備が始められた。1946年1月15日に、ピクーダは、不活性化準備の停止を命じられ、第2艦隊へ合流、大西洋艦隊第8潜水船隊第81、潜水分艦隊へ配属された。 ピクーダは、ポーツマス海軍造船所で、現役任務の準備を2月18日まで行い、翌日ニューロンドンの潜水艦基地へ移動した。ニューロンドングループの他の5隻の潜水艦と共に、ピクーダは、同基地を2月25日に出港し、バルボアの潜水艦基地に向かう。任務後セントトーマス島を経由して3月27日に、ニューロンドンに帰還した。ピクダは3月27日、 再び、ポーツマス海軍造船所に入居し、作業後9月19日にタグボートに栄光されて、ニューロンドンに戻った。ニューロンドンでピクーダは9月25日に予備役となった。1952年後半に大西洋予備役艦隊、ニューロンドングループに加えられ、シュノーケル回収のため、ポーツマス海軍造船所に栄光された。 ピクーダは1953年6月19日に、艦長テッド・エヌス・ワイン少佐の指揮下再収益した。回収作業は8月24日に完了し、ピクーダは、ニューロンドン潜水艦基地に移動する。同基地で、大西洋艦隊第12潜水船隊第122潜水分艦隊に配属された。ピクダは、バージニア州ノーーク、バハマのナッソーを経して9月17日に、 キーウェストに到着した。同地で潜水艦修理訓練グループの訓練艦任務を命じられ、キーウェストを拠点として1959年9月まで活動する。ここでの任務には、キーウェスト作戦海域での通常訓練や、メキシコ湾の各港の訪問、キューバ、ジャマイカ、ハイチ海域への周期的な訓練巡航が含まれた。しかしながら、2度の特別巡お及び2度の 地中海配備でこの任務は中断された。最初の特別巡航は1954年4月24日から5月20日までノーフォーク沖を行われ、ピクーダは対潜水艦開発演習に参加した。第2の特別巡航は9月3日に始められ、北部ヨーロッパ海域及び地中海で行われた。ピクーダは9月24日に北アイルランドのロンドンデリーに到着し、 イギリス海軍艦艇との東方艦隊演習に参加。その後10月29日にジブラルタルに到着、第6艦隊のブライト・ボンファイア作戦に参加する。11月14日にロンドンデリーに帰還し、イギリス海軍と共に対戦水艦攻撃及びとの対戦作戦戦術訓練を再開した。11月25日にロンドンデリーを出港。12月11日に キーウェストでの訓練任務を再開した。ピクーダは1958年1月6日にキーウェストを出港、1月18日にジブラルタルに到着する。第6艦隊配備ではアセンデックス作戦オペレーションアセンデックスへの参加やスペインのパルマデマヨルカ、バルセロナ、イタリアのジェノバなどの訪問が含まれた。ピクダは8月18日にジブラルタルを出港し、 キューバ及びジャマイカ沖での駆逐艦との対戦演習を行い、10月11日にキーウェストに帰還した。1958年10月13日から1959年3月12日まで、チャールストン海軍造船所でオーバーホールが行われた後、ピクダはニューロンドン、ニューポート沖で短期の回復訓練を行う。 1959年3月27日にキーウェストで以前の任務を再開し、6月1日に同行を出航、3度目の地中海配備に向かった。6月4日にノーフォークに到着、ジブラルタルには15日に到着した。今回の地中海での作戦活動には、イタリアのナポリ、ジェノバ、フランスのマルセイユ、ポルトガルのリスボン訪問が含まれた。 ピクーダは8月26日にリズボンを出港し、キーウェストで訓練任務を再開した。1961年、ピクーダはグアンタナム湾を訪れ、その後チャールストン海軍造船所で5ヶ月のオーバーホールが行われた。1962年はグアンタナム湾を2度訪問し、その後南米大陸を就航、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ及び ペルーとの統合作戦に参加した。この作戦は、キューバ危機の発生で終了し、ピクーダは、キーウェストに帰還した。1963年の大半は、母校キーウェストを拠点として活動し、グアンタナモアンは一度訪れたのみであった。1964年、ピクーダは、キーウェスト沖の大西洋及び、カリブ海で活動し、同年の後半には、 フィラデルフィア海軍造船所でのオーバーホールが行われた。1965年にもグアントナモアンを訪問し、1966年には3度の地中海巡航で第6艦隊と活動、艦隊対潜水艦演習及びフランス、イタリア海軍と共に、ナト軍演習に参加した。ピクーダは別のグアントナモアン訪問でその年を終えた。1967年に、北。 大西洋で行われた、NATO のクイックパースウッズ作戦オペレーションクイックパースウッドに参加中、ピクーダは乗員2名が海で行方不明となった。ピクーダはノルウェーのベルゲン、イングランドのポーツマスを訪問し、その後キーウェストに帰還した。1972年10月1日、ピクーダはスペイン海軍に移管された。スペイン海軍では、 同国の潜水艦パイオニアであるナルシソ・モントリオールに、ちなんで、ナルシソ・モントリオールと命名され収益した。ナルシソ・モントリオールは1974年11月18日に、スペインによって完全に購入され、ピクーダは同日アメリカ海軍を除籍された。1975年、ナルシソ・モントリオールは、機械的な不調により退役し、1977年4月30日に、 スペイン海軍を除籍された。ナルシソ・モントリオルの官名はスペインがアメリカ海軍より購入したジャラオに引き継がれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。